皆さん、こんにちは。本日は2017センター試験数 2b の第1問の1の問題やっていきたいと思います。早速始めていきましょう。連立方程式、この式を考えて2倍角の公式を用いることによってほにゃららと書いてありますが、この式2倍角の公式使ってあげて、あとはマイナス1マイナス1にプラスしてあげる。で、あとは2で割り算してあげることによって、cos2 乗 α プラス cos2 乗 β は15分の17というふうにすることができます。 でここで cosαcosβ がこういうふうになってますのでこの式を自乗してあげることによって cos2、えー、乗 αcos2 乗 β っていうのは15分の4というふうにすることができます。 続きまして、こちらの問題ですね。cos コサイ cos ベータこれを満たすものということですが、それぞれを文字でやることによって、こういう式になります。なので、ab は結局、この方程式の解というふうにすることができますので、実際にたすき掛けをして計算することで、こんな感じにすることができる。で、今回条件注意していただいて、コサイン c 乗アルファが5分の4、コサイン o 乗ベータが3分の1というふうにすることができます。で、今回ベータの方が大きいという条件ありますので、cos アルファっていうのは5分の2ルート5、でコサイン ベータっていうのは3分のスルート3というふうに答えることができます今回は三角関数やっていきましたが三角関数の問題基本的なことを代償関係しっかりと押さえておくようにしましょうそれではまた次回お会いしましょうご視聴ありがとうございました